俺の名前はルパソ三世。俺の名前は資源大介。この動画は、かの有名な大泥棒とは全く関係のない、ごくごく普通の俺たちが、ただゲームを実況しているだけの動画です。よかったら見てやってくれな。よーし、ここに扉をつけてっと、拠点が完成しました。お、トレーラーハウスができたのか。うん、少しは防衛になるだろ。中はまだ何もないけどな。土砂溶剤は欲しいところだな。あ、そういやトレーラーの作業台とか確認してないな。ちょいと売れるものを持って見に行ってみるか。その前に、お隣の消防署の屋上って何かあったっけ？消防署は前からある建築物だぞ。うん、だから中の探索はカットするとして、屋上をチェックさせてください。実は屋上に登ったことないんだよね。金庫は建物内にあるから、屋上には何もないとは思うんだけど、もしかして、ここを拠点にすればよかった？登り降りが面倒なんだろ？そうですか。鳥もいないなら話は別。じゃあ引っ越しするか？時間がもったいないのでいいっす。カバン以外は何もなさそうだね。おお、この日のスペース。あ、ゾンビ寝てるなー。すごい寝そうだな。この面白スペース、拠点にいいかもしれないけど、寝てるゾンビが起きちゃうかもしれないね。でも割と安全な場所だとは思うぜ。よし、それじゃあトレーナーに行こう。え？連鎖したみてえだな。隙間あったのかー。安静にしてはすぐ治るさ。聞くしょう。というわけで、トレーナーに来たぜ。レンツアーン。Another stranger in need? I've got what you're looking for.はい、今日も元気です。ちょっとゴミ売りますね。真鍮もいるのか？貴重だけど弾を作ることはないと思うので、すべてお金に変えます。ま、お試し一週間だもんな。トレーナーの商品は変わってなかったけど、自販機はどうかな？もう商品が詰め込まれてる。しかもまだ見たことないお菓子がある。オタクの入れ墨？すごい単語の組み合わせだな。内なるオタクパワーテ。スタンバトンの効力が一時的に良くなるらしい。ポリスオタクってことか？激ヤバ落下。落下ダメージがマイナス 100？ え、これ食った後の5分間は落下しても平気なの？これは絶対にして欲しいところだな。夏獄衆。どういう効果があるんだ？ロックピックの効果が一時的に上がるっぽい。これはもう絶対買いだね。そいやー、激ヤバ落下と夏獄衆を買っておくぜ。ちなみに、作業台のレシピ本はなかったです。なので他のところを探索しまーす。あ、そうな。ちょっと先に夏獄衆の効果試させてよ。あ、消防署に2つ金庫があるもんな。新しい建築物じゃなくてごめんね。新しい建物だとどこに金庫があるかわからないものな。そうなの、目の新商品のお試しだから。そういやここにも自販機あるんだっけ。おお、まだ新しいお菓子がある。原子中毒。商品名がやばい。爆発物の威力が上がるんだね。シュガーワッツ。トレーダーとの交渉が良くなるらしい。うまそう。アイキャンディー。略奪品が向上するそうだ。これも試してみたいね。ハッカー。多分電池回収品のものが良くなるんだろう。岩の破壊者。穴掘りが早くなるぞ。安定版になったら役が来そう。いやー、お金は常に持ち歩いてないとダメだね。自販機で商品を見るだけでも楽しいな。それじゃあ、早速夏獄衆を食べて、ロックピックを使ってみるぜ。むーちゃむ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 ちゃ。効果は10分だ。余裕があるから焦らなくても大丈夫だぞ。ロックピック使ってみまーす。スキルは上げていないので、一発で開けられることはほとんどないぜ。しかもダンロッカーなので、耐久値も高めの金庫だぜ。お、半分過ぎた。大体この辺で壊れることが多いが、これは開けられるな。待て待て、焦るんじゃーない。どうだ？これは、開きましたー。にゃー、もう一つもやってみるぜ。そんな開けなくても大丈夫だって。成功した次は失敗することが多いけど、どうかな？長いからカットしたけど、こっちも一発で開いたぜ。あ、ラッパ銃が。手作りラッパ銃は最初から出てきやすいらしい。なんだ、そうなのかー。そいや、こっちも見ておこう。うん、まあ嬉しいのはポケットと、寝室にの弓矢かな。ポケットは、ポケットの数だけ荷物の枠が増えるパーツだ。これは3ポケットだから3枠増えるぜ。思ったんだが。略奪品が向上するアイキャンディーも食えばよかったんじゃねえか？あ、本当だね。トレーナーレゴを確認するのを忘れてた。のほ、レシピ本。よかったな、これでロは作れるぜ。よっしゃー、今回は幸先いいかもしれない。初日に死んだのに？それは、言わないで。大変だ。
大変だ。江戸っ子になってどうした？物が異常。鉄パイプがありません。これね、これ。なんだ、そんなの電池で。電池持ってないんです。なんてこった。なのでいろんなガラクタが集まっている。ニャンクショーク。これまた何度も来てる店に入るんだな。とりあえず、ここのゴミ箱、あさらせていただきます。ただいま半分くらい見ました。おっとゾンビ。わあ、なんかかっこいい着地。はい、そうおい。さて、他にゾンビは、誰？え、あなた誰ですか？前回までのこのおばさんの、第二形態だな。え、なに？おしゃれに目覚めちゃったけい？もともとの衣装が貞子と同じだったから、本来の衣装をやっと着せてもらえたんじゃないか？いや、それにしてもだよ。普通にそんなお色気じみた格好で登場されても、俺、困惑だよ。なんでだ？なんか、迫られてるみたいで。いいじゃないか、付き合えよ。お断りします。そんな力いっぱい殴らなくても。違う、断ったのはゾンビだからな。なんか、ごめん。ちー、待たれたー。お断りしたよね。俺。いいじゃないか、友達からでも。その気になるんじゃないよ。お前、もう友達とかの概念すらねえにゃん。噛むにゃん。お前噛んでくるにゃん。はい？おパンツ丸見えだな。なんでそんな動きになったんだ。スカート短くなったから、見えるようになったのかもな。しかしおしゃれしてるありには、おパンツが子供用にしか見えないっていうね。でもゾンビなのでお断りします。キャピってんじゃねえよ。鉄パイプ、2本しか集められなかった。3本必要だから1本足りないのか。しゃあねー、電池か鉄パイプが出てくるまで、他を探索するか。ん？見たことないなーこれ。公衆トイレっぽいな。公園でもあんのかしら？ん？あの柵に囲まれてんのはなんだ？確認してみるか。なんだこれは？あ、それは、バスケットボール用のコートじゃないか？おお。だから公衆トイレがあるんだ。コートの中に入らないのか？後で入るよ。あ、この自販機は壊れてるのか。っていうか、これ公衆トイレ？あれ？なんかお店っぽいよ。トイレじゃなかった？左側がトイレじゃないのか？あ、こっち？あ、本当だ。ここがトイレなのね。日本にもありそうな公衆トイレが。こっちは女子トイレかな？広いなぁ。こんなにスペースあるのに、一人ずつしか入れないとは。そこケチつけるとこじゃないだろう。ああ、でもいいね。窓もちゃんとあって、臭そう。褒めてんのか、けなしてんのかどっちだ。公園もあるんだ。あ、それでここが売店だったのね。ああ、いいねー。公園、もうすっかり遊ばなくなったけど。その年で滑り台滑ってたら変だぞ。売店から続々とゾンビが出てきましたー。サクッとやっつけまーす。はい、終了。お疲れ様でしたー。にゃあ、ここから中に入ってみまーす。売店だから食べ物系がありそう。まずは水。からでした。意味ありげにバイトが置いてるなー。でもその前に、これも調べられるんだ。からだったけど。この業務用冷蔵庫も、今回追加されたアイテムだな。いいねー。俺こういうの見るのが好きなんだよ。ああ、売店だから飲み物が多いな。水、ミネラルウォーターが出てこない。こっちは、メガクラッシュかー。ネギはどうかな。からだったな。無駄に広い厨房だな。ソフトクリームの機械はないの？ホットドッグでもいい。あとポップコーン。焼きそば。焼き鳥。名物のまんじゅう。待って、なんか日本になってきてる。ここはアメリカでした。あ、アロエクリームが。アロエクリームはかすり傷の治療に使えるぜ。あ、ここ男子トイレ？もしかして、表から入れなかった？みたいだな。入らなかったから気づかなかった。そいや、バスケットコート見に行こう。入り口はここしかないみたい。おお、いいねー。昔はここでワイワイ人が集まっていたんだろうな。バスケット、やりたいね。お前バスケなんかしてたっけ？スポーツ全般やったことないっす。ねえんじゃねえかよ。家庭農園がある。やったぜ、食料。ああ、嬉しい。野菜もあるぜ。なんとブルーベリーも。ありがたやーありがたやー。トウモロコシも少し取れるね。取れるというか、取れるというか。あ、こっちのもある。カットしてるか。家庭農園してる家がこの辺り密集してるぜ。すごい勢いで回収するんだな。俺のもんな、俺の野菜もな。ん、この家は小さそうだから、サクッと探索できそう。上からなのかな？よーいしょ。あれ？よーいしょ。ん？何もないのか？いや、あれか。そこから中に入るんじゃねえか？
いや、中にいるにゃん。もう気づかれてんにゃん。玄関のドア壊そうとしてんのかな。見てだな。面倒だから、そっちから行くか。そい、声の様子から一人しかいないみたいだぞ。いやあ、ちょっとコンボイを修理しておいて。ん？なんかいる？ん？なんだよそのドリフみたいな動き。ヘリにバカにされてる。うるせえ、入れやる。ヘリはドアが邪魔で出てこれないのに。攻撃は有効という不思議現象。いいんです、それがいいんです。家主もやっつけましたので、お邪魔させていただきます。この水槽 R38 からあります。石ありか。まだまだ武器が出てくるランクじゃないからな。お、かぼちゃパンのレシピ本と電気出てきたぜ。やったな、これで車を解体できて鉄パイプも入手できるぜ。ありがとうございます。う、荷物がパンパン。電気で車解体したいけど、まずは荷物を下ろさないと。よーしよーし、鉄パイプ集まった。これでロの材料が全部揃ったぜ。ん、何かが足りない。皮の枚数が足りてないんじゃないか。皮かー、いつも余るくらいだから気にしてなかったぜ。仮にでも出かけるのか。都合よく動物なんていませんからね。デスクの前によく置かれてる黒い椅子でもいいけど。あー、お前よく持って帰ってるよな。解体すると皮になる椅子。それはトレーナーに言っちゃったので、別のところから皮を採取します。あー、わかった。革製のソファーだ。うん、なんか以前よりも色が変わったなぁと消防署で見たのを覚えていたので、これ、マグルと皮が取れます。これでロがやっと作れますよ。完成したら拠点に置くだけだな。あ、そうだ、鉄くずがあるからドアを少し補強しておこう。木のドアは、まず木材で補強、それから鉄くずで補強できる。それ以降は連鉄などが必要になってくるので、放置しまーす。あ、炉ができましたね。早速置くか。よし、ここに設置しよう。あ、そういや水壺も拾ったんだっけ。水壺水壺。水壺はセットすると作業時間が短縮するぜ。ここにセットできるんだぜ。あとは、作業台があれば、スキルを上げて乗り物が作れるな。お試し1週間だから、せめて自転車までは作ってほしいかな。金とこの拾ったの忘れてた。ゆかその忘れん坊さん。というわけで、2日目はここまでかなぁ。3日目の朝になるまでは、穴を掘ったりして時間を潰します。気づいたんだが、さっき言ってた黒い椅子、あったじゃないか。あ、マジか。というわけで、荷物整備で終わってごめんね。また次回も見てやってくれなぁ。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。